ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この我々の人生というのはですね、えっ、ー、と、人間が力がいらなくなる。生活も一変する。都市も全く違う。明治の初めの東京と、現在の東京の写真を見比べてみますと、もう驚くべきほど違う。それまでの5万年もしくは2000年の変化よりか、もう巨大に大きい。 まあ、5万年はちょっと、石器時代も入りますから、2000年としましてもね、2000年間の変化よりか、ここ200年の変化の方が、200年中間もう50年の変化の方がもっと大きい。これは人間が生きていくという状態が全く変わってしまった。もちろん、男と女の関係も変わりました。家庭も変わりました。仕事も本当は変わっているんです。 我々の満足自体も変わってるんです。それをこの第4章の2でですね、生活の質っていうか人生の質自体が大きく変わりました。で、現在第2番目の変化に差し掛かっております。それをこのグラフが如実に示しておりますが、力の追放つのが終わって、まあ我々男が全く意味がなくなるっていうか、まあ、 あの男性の論理的頭とかね、決断力とか、全体を見渡す力とか、歴史なんかを考えてやるっていう男性の判断力は役に立ちます。女性もまた一つ一つの細かいことも全部覚えて注意力もある、コミュニケーションも優れてるっていうところはもちろんそのままであります。しかし生活の満足っていう我々の心の問題が今大きく変わりつつあります。 で、この変化はおそらくですね、えー、っと、力の変化は200年でしょこのね、心の変化とか脳の変化ですね。脳を使わなくなる。我々は脳で計算したり判断したりすることの半分ぐらいがなくなる。その兆候が実は現れたのが、1990年から20年前の、実は1970年だった。 だから1972年の石油ショックっていうのは石油がなくなるっていうのは嘘なんですね。石油はなくなりません。ただ石油がなくなるという嘘情報に我々がなぜ乗ってしまったかっていうとこれにはね、社会のベースにもうすでに変化が現れてたんですよ。この変化が実はこのグラフにありますように横軸に西暦を取りますと黒い線は 鉄鋼生産なんですね。鉄鋼生産っうのは、19世紀の半ばにベッセマーが新しい天狼を作った。これは大きな影響があった。つまり我々の人間の活動のうち、人間の力と関係するものを追放する大きな技術的な進歩だったわけですね。それが約120年経ちまして、まあこれ日本なんで、ちょっとヨーロッパはもうちょっと早いんですけどね、実は。鉄鋼生産が、 これ、一応2000万トンかなに達した時に、ピタッと生産量の増大が止まるんですよ。これ見たら本当びっくりしますよね。ものすごい勢いで日本の鉄鋼生産量、黒い線ですよ。が増えてきたのが、1970年にピタッと止まるんです。これがすでに我々には感じられてたんですね。 それが実は石油ショックだったんですよ。石油ショック自身は嘘だったんですけど、我々が石油ショックに乗ってしまった、影響を受けた、ショックを受けたっていうのは何だったかったら、この鉄鋼生産がピタッと止まったってことなんですよ。私はそう思ってるんですよ。またいろいろ反論があると思いますけど、私はそう思ってます。これは私が名古屋大学の時に、こういう社会の変化がどういう技術的変化とリンクしてるかっていうことを、そういうことに興味のあった、 大学院の学生と一生懸命そういうのを拾っては整理してたんですね。その一つなんですよ。で、それと同時に立ち上がってきたものは IC、半導体シリコンの結晶の生産量で書いてありますけど、要するに半導体生産量なんですよ。それが同時に立ち上がってきまして、バブルが崩壊した1990年、2000年はですね、大体もういいところまで来たんですよ。つまり、 200年間進んできた力の追放の中心を成した鉄鋼がですよ。1970年に頭を打ち、その代わりに今度情報、つまり今度は人間の頭の活動を追放する。そういうものですね。これシリコンでシリコンと頭ですね。まあ、鉄はどっちかって言ったら腕なんですよ。腕が鉄で。<laughs> まあ腕を動かす力はご飯というかエネルギーですね。石油とか石炭とか。 そういうのがこう、電気とか。これが、腕を動かすエネルギー。腕自体の物質は、これ、鉄なんですね、これが。<laughs> それが、できたので、ビルも全部変わり、自動車、動かす自動車もでき、橋もでき、新幹線もでき、多くのものが鉄でできてるわけですよ。この鉄というのは、我々の力そのものを具現するもんだったんです実は。 だから、1850年ぐらいのベスバーの天狼の発明っていうのは非常に大きなことだったわけですよね。考えてみりゃ。それが今度シリコンに変わって、シリコンだ今度頭なんですよ、頭。<laughs> これで頭を動かすソフトがですね、エネルギーみたいなものですかね、ソフト、情報処理。それがコンピューターであり、これが1990年代に日本では NEC がね、えー、9801とか、えー、なんかそういうね、 えー、8801とかそういうのを作り、まあその前には、えー、1960年から70年に IBM がですね、アメリカの IBM が360、370っていう新しいコンピューターを作る。まあそれがちょうどここで言えば、1960年から70年の立ち上がりの時に、アメリカの IBM が360、370を作って、そして、えー、我々の脳の代わりをやり始めるわけです。まあその頃は私なんかコンピューターやってて大変だったんですよ。 もうね、360の計算機をね、使わせてもらうのに、夜中の3時頃しか使わせてくれないんです。あともうびっしりで <laughs>。だから、その、NEC のね、8801、9801っていうのは非常に大きな功績をしました。もうそれで NEC はね、悪いけど、ちょっとこんなこと言って悪いけど、ちょっと増長しましてね。まあ、今では、電子関係でトップを走る会社とは言えなくなりましたけど、やっぱその頃はやっぱり、 社会の先端に製品を供給するということですよね。まあ、その時に NEC の人たちがね、私たちはこれから始まる人間の頭脳の活動を追放するということの最先端言ってるんだって意識があったら全然違います。あの頃の NEC はやっぱりね、コンピューターの成功によって増長してましたよ。長いね、100年か150年の 見通しがあったらね、僕はいい会社になったと思うんですけど、残念ですけど、まあ、これは NG のことですから。えっ、ー、と、まあ、そういうことを考えて、計画を立ててやってる会社なんてないんですよ。実は。んで、まあ、とにかく話はそこなんですが、そして、1990年になりますとね、まあ、これは日本中の今中心に話してるんです。これでいいんですよ。大体いいね、世界の動きっていうのは最先端から、 一番最後までだいたい60年かかるんですよ。例えば、えー、化学肥料っていうのが使い始めますとね、大い世界に復旧するまで60年かかるんですね。で、それまでのちょうど、えー、一番最初から3分の1ぐらいのところに日本がいるんです。ですから日本っていうのは非常にいい指標になりましてね。これはまあ鉄鋼でもそうで、まあ、ヨーロッパ、アメリカが先行するんですけども、日本の鉄鋼っいうのは、 あの、オーストリアで発明された LD 法かな ?LD 法が、窒素の方法ですね。これができて、それでアメリカをやっつける。つまり、こうずっと変わっていくちょうど先の方の3分の1くらい行ったところに日本がいるんです。だから、日本っていう状態をしっかり見るとね、世の中の動きの割合新しいけど最先端ではないという動きがわかるんですよ。これは非常に重要でね、あんまり最先端の時は、 それが本当に次世代を作っていくかどうか分かんないんですよ。ところが日本ぐらい3分の1ぐらい降りたところで、遅れたところで、スタート、あれしますとね、大体だから、10年から30年ぐらいは日本は遅れるんですね。遅れた分がまたいいんですよ。方向が決まってからだから。だからこの図なんてすごくいいんですね。それで社会がゴロッと変わってくる。そうすると、 まあ簡単には今まで鉄を買ってたんですよ。鉄を買うってことは具体的には僕らの生活で言えば自動車を買うとかね。そういうこと言ってるんですよね。それから家を買う。家だって鉄骨が要りますからね。電車に乗るとか全部鉄なんですよ。その鉄を使用しようとするとどうするかって言ったらまず物を買わなきゃいけないんですよ。それから移動しなきゃいけないんです。エネルギー使わなきゃいけないんですよ。そうすると物を増やさなきゃダメなんです。 えっと、洗濯機も鉄でできてるんですよあれ。冷蔵庫も鉄でできてるんです。だから、まあ、基本的にとあの、クーラーだってね。まあ、部屋の方にあるものは最近はもうプラスチック化されてるんですけども、室外機っていうかね、本当に熱を排出するとこはやっぱり鉄なんですよ。